今回はですね、横浜裁縫ということでね、この慶順、中屋、空母、竜城が作られてね、まあ三菱工業株式会社横浜船橋の跡を巡るんですけれども、まあ港未来としてね、もう開発されてまして、ほぼ残ってないんですけれども、まあこのね、1号ドック、2号ドックだけがね、残ってるんで紹介していきたいと思います。まあこの通りね、もう港未来になってしまってますね。まあなってしまってるというか、だいぶ発展してますよね。まあもともとね、ここにあったんですけれども、今残ってるのが、この、ここの第一ドックとね、この第二ドックですかね。まあここら辺まで一帯がね、こう、横浜船橋だったようですね。ということで、まあ、桜木町駅からね、歩いてきましたね。ちなみにこの、なんだ、ロープウェイっていうんですかね。まあ、最近できてね、まあまあ結構いい値段するみたいですね。まあ、ここはね、見ての通り電車が走ったりですね。で、ちょっとね、この、記念博物館っていうんですかね。は、休業してまして、まあ日本丸だけね、見ることができました。ちょっとね、船乗りの人とね、一緒に行ったんでね、なかなか面白く見ることができましたね。で、まあ、日本丸はね、これですね。まあ、これ自体はね、別に海軍に徴用されたりしてないんでね、特に戦績というわけでもないんですけれども、まあ、このドックがね、戦績ですね。これが1号ドックで今でもね、水が入ってる状態です。水が抜けるかどうかは知りませんけど、抜けるみたいですね。こんな感じですね。で、まあ、早速ね、乗船してきました。まあ、向こうの方にね、氷川丸ですかね、とかは、徴用されてるんでね、ありますね。山下公園の方ですかね。まあ、でも、この感じでね、なんとなく船とかね、まあ、三笠なんかとかも乗っててもね、こういうのがありますよね。ということで、まあ、船から見たね、この、線路の方ですかね。とか、こういう感じです。これが先の方ですね。まあ、これは補線で、まあ、実は動力もついてるみたいなんですけれども、まあ、こういう状態の船です。で、ここら辺はね、まあ、レンガが残ってますね。まあ、あとね、レンガが残ってるドックは、三浦半島の方ですかね。あの辺もね、ここ変換されたりで、これからね、見ることできるかもしれないですね。まあ、この船内もね、一応見てきたんですけど、まあ、こう、クラシックスタイルのね、船内でいいですね。まあ、やっぱね、どうしてもこう、なんか、三笠とかとね、比べてしまうんですけど、三笠みたいな感じですよね。氷川丸はね、もっと綺麗で豪華っていう感じですね。まあ、病院船の中になってましたけど。まあ、どうしてもこう、まあ、三笠も復元なんでね、想像できますね。まあ、ドックはね、こういう形です。ここにね、見ての通りナンバーワンドックってありますね。ここら辺はね、まあ、石でできてますね。まあ、これのね、水を抜いた状態なのがナンバーツーなんでね、この後。で、まあ、ここがね、ナンバー2で、もちろんこういうね、改造をされてるというか、いろいろ橋ができたりね、まあ、されてるんです。結構ね、オリジナルに近い形じゃないかなと思いますね。この間ね、大港のドックも見てきたんですけど、結構やっぱ似てますね。ここもね、こういう形になってます。このね、裏側にね、行けるかなと思うんですけど、なんか行けなかったですね。どうやったら行けるのかね。ということで、まあ、ここら辺はね、もう新しく階段とか公園になってますけど、そこがね、こう改造されちゃってるのはちょっともったいないですね。まあ、ここもね、中入ってみたいです。で、このね、港未来のタワーの下がこんな感じで、まあ、そこでからこうやって見ることもね、なかなかできないんで、貴重な場所かなと思います。これがナンバー2トックですね。まあ、ここら辺のね、まあ、石も改造されつつも結構残ってますね。まあ、この階段なんかもね、まあ、当時のものなんでね、貴重ですね。まあ、この通りね、下はね、ハンバーガー屋さんがあったりとか、なんかそういう商業施設になってます。
まあ、こうした形になってで、この中に入ってもね、ちょっと石がこう並べてあるような感じでしたね。で、ここがね、まあ、亀甲ですかね。明治28年。1月。とか、まあ、なんかそんなことがあります。下が竣工ですね。まあ、そんなことが書いてありますね。で、最後にね、このなんか、縄を止めるようなね、場所がありました。まあ、ぜひね、まあ、ドック、簡単に行けるドック、ここだと思うんでね、皆さんもね、行ってほしいなと思いますね。ただ、あとは豊洲ですかね、ドックはね。ではね、以上になります。ありがとうございました。